東急東横線は東駅での瀬戸内発線の影響で武蔵小杉から木村間で運転を目指しております。東急東横線は最長が13時30分から運転しております。東急東横線は武蔵小杉木村間で運転を目指しております。Folks, this is a Japanese railroad on the Nikushi line pulling into Yokohama Station.